僕でいいですか。私もなんか新しいことをやりたくなったのか。ぜひよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。この回全席完売となっております。お手荷物は座席には置かず膝の上か足元に置いていただけますようお願い申し上げます。西島のあたりに住んでるんですけど、まあ、沖縄から、はい、現地の人が習ってるじゃないですか、はいはいはい、あの目と表情が大好きなんですよ。 あんなに嬉しそうな顔する若者、本当にあれ見るだけでもいい、あの笑顔。背中を押されたというか、私もなんか新しいことをやりたくなったとか、ちょっとやりたいなと思ったけどできてなかったことをちゃんとやろうと、すごくこう背中を押されるような作品だったので、ぜひいろんな方に見ていただきたいなと思います。こういう映画だとは思わなかったので、僕のやってたこととも関係があるし、やっぱりそのすごい、なんていうんですかね、こんだけ記録をちゃんと残して、ちゃんとメッセージがすごくシンプルに伝わったので、よかったと思いますね。これ改めて劇場で見るとね、はい、また泣いちゃいますよね。つながりですね。つながり。縁があって、小原先生とコーリーさんの娘さんでこの映画もできるし、カンボジアやミャンマーなので、手術をされて自分がやるんじゃなくて現場の方に教えて、その方がまた現場の他の医師に教えるっていう感じで、受刑図みたいにつながっていくっていうのがテーマかなって思って、自分もこの映画知ったのは友達つながりでもあるので、あ、なるほどなるほど、もうそれがどん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 広がっていってくれればなっていう感じですね。僕も自主上映する予定だったんですよ、はいはいはい、そしたら1週間前に倒れて、僕が倒れちゃって、自主上映去年できなかったんで、この後また自分たちでやらせてもらおうと思って彼に連絡して。そうなんですね、はい、絶対おすすめだっていうみたいですね。こういうドキュメンタリーで本当にリアルな話で、継続することの大事さっていうのが分かりますね。めちゃめちゃグッズいっぱい買ってますまだ明日も来ます終わります。